皆さんこんにちは、レクセニー講師のネモです。今回は私の講座、出身講座からのご記者の方を公開したいと思います。ではまず、自己紹介と、自己紹介の方お願いします。A さんです。はい、じゃあ、こちらの A さん、B さん、C さんという形にしましょう。2023年の、講座を受けて今年受かった方、2022年の講座を受けて受かった方になっております。じゃあちょっとお聞きしたいんですが、じゃあまず、じゃあ C さんから行きましょう。C さん、今年受けられたと。で、去年はどれぐらいの成績だったんでしょうか。失礼します。お恥ずかしながら、午後で基準落ち、そうですね、午前が33点、で、午後が基準落ち、で、期日もかけたんですけど、その午後がやっぱダメで、採点されずという結果になりました。で、今年はどうでした。今年は午前も午後も期日もすべて通って、真ん中より少し上の順位で合格することができました。はい。まず、この C さん、去年からおかしな成績を取っていて、今年受かられたという方です。すみません、去年どうでしたか？私は、去年試験自体受けていなくて、去年の、3月末で勉強を一度中断して、秋頃から10月ぐらいから再開して今年受かりました。で、今年どれぐらいの成績でした？今年が、総合で249点でした。ということで、去年結構その1回挫折をされた方で今回受かったという方になります。じゃあちょっとお聞きしたいんですが、1回の方なんですけど、実力要請ってどれぐらい点数でした？実力要請何番か全然良くなかったですよね。上がってきたのっていうのが公開模試ぐらいですよね。それぐらい、それまで全然上がんなかったんで焦りました。じゃあちょっと皆さんにちょっと一つずつお聞きしたいことがあります。じゃあまず A さんの方から、こうちょっと先ほどの動画にも出たことなんですけど、もうずっとこう下の状況でこう上に上がっていったところ、その上がっていった感覚があったか、あと何か変えた、何か変えて上がったのかどうか、何か思い当たる節とかあります？変えたことはやっぱ勉強の仕方も少しずつ変えて、で、成績は数字見てたら上がってるなと思ったんですけど、自分自身ではやっぱ自信がなくて数字はあんまり気にしなかったです。具体的に変えたって何、どういうふうに変えましたか？何変えたかな、まあ、先生に相談しながら、勉強の仕方と、あと、勉強の方法を、勉強時間と気持ちを変えました、なるほど。やっぱそのコマージダメだと思って変えたってことですね。なるほど。じゃあ次は B さん、こう一回こう心がまあその折れたとかで、今回戻ろうと思った時に、その戻ろうと思ったなんかきっかけって何かありますか？もともと試験自体を諦めようと思ってやめたのではなくて、なのでもう受けることは受けるしかないと思っていたので再開しました。外的な要因で結局一回中断したってことですね。外的要因ではないですね。精神的にもう勉強してたまるかと思って一度ちょっと一度挫折しまして、で、夏頃ですかね、その私が受けてない本試験が終わった後に、多分根本先生からお電話いただいて、そこで実は受けてなくて勉強できてないっていうのを相談して再開しました。で、こう再開した時って何から始めてました？まず3月末から全然勉強してなくて、一度宅建受けで、卓球の試験が10月だったので、それである程度勉強の習慣がちょっとずつ戻ってきて、そこから東レフルパックで受けてたので、科目ごとで回してました。ちょっとずつ回してました。じゃあ一応教材自体は1回目の勉強のインプット教材全部同じ、はい、でその勉強をしていって、だんだんこうなんか成績って上がってた感がしますか？そうですね、上がっていたと思います。で、じゃあこの今回のこの、その再開してからの、まあ、1年ぐらい、なんかその一番辛かった時って何かありますか？辛かったのは、去年3月末で勉強ストップしたので、
全科目同時に頭に入っている状態になったことがなくて、3月までの答練って科目ごとで区切られていたので、その全ての科目が同時に頭の中に入っている状況が自分で想像できなくて、それが大丈夫かなって思っていました。そこが心配でした。私が思い違いだと申し訳ないですけど、なんかこうしなきゃいけないっていう固定観念がすごく強くて、でそこでちょっと押しつぶされたって感じだったと思うんですよね。で結局やっぱその状況に持っていけました最後。そうですね、全科目同時に頭に入ってる状況が想像できなかったんですけど、根本先生もおっしゃられてたように、4月から問題1日100問解いてたら大丈夫でしたなんか意外と解いてたら入るもんなんだなって思いました、やってみて。ありがとうございます。じゃあ次 C さん、まあ、正直成績が結構高くて、この落ちた時なんか犯罪に走ろうと思いませんでしたか、もしくはコラボ折れませんでしたかそうですね、1年目の通れの時は成績が乱高下してて、その S 判定取れた時もあればもう D 判定の時もあって、でたまたま今回の試験では D 判定ぐらいの出来やったんかなっていうので、不思議となんかすんなりと入りましたね、その受け入れられたというか。そうなんですね。ただ8月の基準点出るまではやっぱり手はつかなかったですね、何も。じゃあ1回勉強が終わった、その8月の基準点が切れ、終わった時にすぐ再開できました。しました。お、素晴らしい。なんかその他に一緒に受けてる方たちは基準点午前午後突破してる中、僕結構勉強した方やのに基準点突破してなくて、なんかそれが悔しくて、もう次こそは卓越しようと思って勉強をすぐ再開するにはしました。なるほど。じゃあその再開はあんまり、じゃあハードルなくいけたって感じなんですね。そうですね、すんなりと。じゃあ今回この1年間、はい、なんか一番辛い時ってどんな時でした？少し申し上げにくいんですけど、2年目の模試結構いい、ずっといい判定、うん、いい S とか取れとって、うん、落ちひんのかなっていう成績が、うん、それが不安で、そのもし今この時間で寝たらみんな勉強してる分に追いつかれて、うん、成績下がるんちゃうかなっていう、その上に行けたがゆえに、うん、その後ろから来ないかなっていうのが不安でした。いやそれね、真っ当です、真っ当。私も最後 全国公開模試とかだいたい10位を切ることになったんですよ。でそれでも模試の人数がこれだから10倍するとこうなると、でこうなったらもしかしたら落ちるかもしれないとかねこの足で間違えたら俺ダメじゃないかとかね、ちっちゃいミスが自分のなんか最大のミス見えるんですよね、あれってやってると。でその時ってなんかこう自分の心なんかこう押し込めたなんかものってあります？押し込めたもの、例えば何？なんかこういう風にやってなんかなんかなんとかしたとかなんかあります？いやもうむしろ成績を見ないように。ああなるほどね、まあ、それ一つの手ですよね。ある程度もういっちゃうと、もう成績見てもなんか悪い要素しか見なくなるんですよね。なんか、例えば33取れても、生徒率 70% 落としたのを見たときに、あ、俺はダメなんだみたいな感じで。自分で自己採点して、あ、すみません。自己採点して、大体毎回これやったら S 判定やなっていうのが分かれば、もうそれ以上は見ない。総合で何位やったかっていうのは見ないようにはしてました。なるほど。ありがとうございます。で、前後全く関係ないんですが、お一人方ずつ、なぜ司法書士を目指そうと思いました？じゃあ同じ結構です、はい、父が司法書士をしていて、その働く姿を見てて私もなりたいなと思って司法書士を目指しました。ありがとうございます。ピースどうぞ。私も、父が司法書士ではないんですけど別の事業で開業してて、資格取って開業して働いてる姿を見て資格取ろうと思いました。僕は高校の時から公民が好きで、延長線上で法学部に入って最初は弁護士志望してたんですけど、争いが嫌いやなっていうのが分かって、ただ法律の勉強は好きなんで、その争いがないかつ法律使えるっていうところで、行政書士と司法書士で二択になって、たまたま身近に司法書士の先生がいらっしゃったんで、その方に何度か相談を乗っていただいて司法書士にしようと思いました。なるほど。では次に、まあ、その司法書士を目指そうと思ったときに、私の講座以外にもいっぱいいろんな講座あったと思うんですけど、私の講座を選んだ、なんかきっかけとかなんかあるでしょうか？ちょっとまた被るかもしれません。お願いします。先生の講義は一生懸命説明してくださるところと、あと寸劇が入ってめっちゃ面白かったんで、勉強も楽しくなるかなと思って先生の講義を受けました。ありがとうございます。私は、
先生の講義の内容というよりかは、あの専業で勉強することが決まっていたので、そのカリキュラムがしっかりしているという点で選びました。僕は今まであの高校大学とかで先生に教わる中で、社会人経験ある先生の方がそういうちょっと少し脇道に入った話とかしてくれた方が成績伸びたんで、その先生の寸劇とかそういうの見ればもうちょっとすぐ頭に入ってきて点数上がるかなと思って先生にしました。では最後に、あのこれから司法書士を目指そうという思う方に何か一言お願いします。お願いします。タモリです、すごく難しい試験だと思いますけども、毎日コツコツ諦めずに勉強続けていれば受かる試験だと思います。頑張ってください。すごく努力しないといけない試験だとは思うんですけど、あまり自分を追い込みすぎずに自分のペースで頑張ってほしいなと思います。あの勉強を続けていくと途中で成績とか頭打ちになるんですけど、それでもあの未出の論点とかに行かずに基本に忠実にしていけば必ず合格できると思うので頑張ってください。ありがとうございました。何かの皆さんのためになればと思います。ではこちらの動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。